はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。塾長オブお酒。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回は番外編といいますか、毎年恒例になりましたね。そしてスペシャルゲストはですね、キャット様の登場ですね。キャット様の登場です。今日何か分かってる？キャット様、何どういう回か分かってるかな？知ってるよ。知ってる？そうなんです。毎年1年に1回恒例であります、日本酒活性濁り酒、活性濁り酒のですね、大設計を飲んでいきましょうという回になります。数年前って言いますか、毎年ねこれ頂戴してるんですけど、動画にアップさせていただいてるのは数年前なんですけど、やはりね、私が不器用なっていうこともあって、活性濁り酒ですので炭酸とかですね、そういう非常に活性シュワシュワしてる瓶内状態になってますので、開けるときにですね、ガスをうまく抜かして開けないとブシューってね飛んでしまうっていうね、破裂って言ったら言い方ちょっとよろしくないかな、いい意味お酒が吹きこぼれてるっていうねことが結構ありましてですね、それで毎年ねこうやって飲んでいってる、これすごい好きなんですよ。非常に美味しくてね、なんでしょう、私の好きな酒の一つなんですけど、ガスがたくさん溜まってるので、ここのねキャップの上に空気穴がね入ってるんですね。それを開けていく。そしてもうすでにですね、お米たち、いわゆる下積みと言いますか、沈殿物がたくさんあるというようなねものになってまして、文を読ませていただきますと、横倒し厳禁、横倒ししたらあかんよということで、イースト、酵母が生きています。瓶を振ったり横にすると吹き出しますのでご注意ください。瓶内のガスを逃しながらゆっくり回旋してくださいというね、今もプク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 ね大きく泡がアップしてるっていう状態ではありまして、でね、だからね、爆発した時のこぼれた時のためにね、ちょっと私も着物の上からこういう黒いねジャンバーを着てるっていうねところです。そしてこちらのこういう風に商品でかかっていた納書にもですね、回線注意、開けるのが注意ということで、このお酒は生きてるんですよ、回線前には絶対ね上下とかシャカシャカ振らないでください、そしてよく冷やして回線と同時に手を押さえて飲みたいのを我慢して、ゆっくりと少しずつガスを抜いてからお召し上がりくださいっていうね、そういう表記なんですね。具体的にはこういう風にちょっとね開けてドワーッと上がってきたら閉めて、ガスを徐々に抜いていく、この上のキャップの穴から抜いていくんですけど、それあんまりやれね、だってあんまりうまいこといけへんかったよね我々ね、うん、一気にバッて開けて出した方が効率的っていうね、一気にバッて開けて、そのためにボールが入ってるんですよ。もしね吹きこぼれた時の収集がつかん時にはこういうボールに入れると、そういう風に一気にガッと開けていこうという風に思っております。プシュプシュやってみたら、今回そういう風にやってみる、うん、なんかいけそうな気する、うん、いわゆるそれはあのお米の割合が少し少ないみたいな、そういうことなのかな、うん、毎年プクプク具合が少ない、プクプク具合が少ないっていうね、さすがキャット様よう見てますね。じゃあ今回はギュッあのシュッシュッと開けていってやっていきましょうか、うん、でもしものすごいもわってきたら、ちょっと途中でバシャッと開けるんでしょうかね、うん、じゃあそれで開けていきましょう。そしてこういう活性性脂ものは冷えてる時にオープンするのがポイントです。冷えてる時にオープンする、ワインの瓶内二次発酵でありますシャンパーニュとかね、そこら辺もそうですけど、うまいこと開けるのはね、冷えていないとですね泡がムワーって出てくる。コーラとかビールもね、ぬるくなったら泡めちゃくちゃ出てくるじゃないですか。あれと同じで、冷やした時が炭酸を抑えるのがポイント。こういう喋ってる時間ももったいないっていうぐらいね、オープンしていきましょう。冷えてるのがポイントになります。今日は去年と比べて傘とか違うねんね。あ、多分いけへんと思う。多分大丈夫やかってこと、うん、じゃあ開けていきます。ブシューとかどうする？ブシューとかってどうする？右利きやのね、左なん。いつもキャップ開けるのこっちやで。そうやん。本当やで。じゃあ開けていきます。ガムテープも左でやっとったな。そう。おかしいやろ。そう。まあいいやん、こういうあのお酒の変態やからいいんじゃない？不器用やからね。開けていきます。普通にいったねこれね普通にオーブンしました、うん、この辺のすごいね爆発したらお酒ブワーってたらどうしようっていうのがですね、今日はですねおとなしい状態になったっていうことですね。しかしながら去年おとなしかったよ。そう、去年もおとなしかったね、うん、しかしながらよくよく見ると徐々にアップしていきますので、まず上積みから飲んでいきましょう。
もうむしろブッシャーが懐かしいぐらい。あ、ほんまやね。ブッシャー来て欲しかったぐらいやけど。なんかすごい おとなしかったね、うん。去年よりももっとおとなしいような印象ね、うん。よし、上積みできたよ。キャット様、できました。じゃあ、乾杯しましょうか。サンマつけてくれんでええよ。キャットさん来ればいいかな。うん、はい。どんだけ強さや思われるやん。はい、どうぞ。はい、どうもありがとう。では、大設計どぶろっくん、長野県の北安住のにあります大設計酒造さん、いつも美味しくいただいてます。大設計酒造さんの、活性濁り酒の上積みからいただいていきます。乾杯。そうですね、上積みといってもですね、ある程度霞がかったような形でお米が 2,3 粒、浮いてるというような外観ですね。綺麗があって美しい外観、香りはいかがでしょうか。失礼いたします。うん、クリームソーダですね。クリームソーダ的な感じ、少しね、なんだろう、ミルククリームソーダ、ミルクがゆのようなですね、そういうクリーミー関係があるんですが、クリームソーダ、ミルクがゆって何？おかゆさんにミルクになってるような感じ、おかゆがミルクになってるような、そういうイメージ。おかゆがミルク、おかゆにミルクを入れたの。そう、あの豆乳スープみたいな。ミルクで炊いたおかゆ。ああ、それですわ。すいません、なかなか伝わらず申し訳ございません。香りがそんな感じ、なんかクリームソーダっぽいね、なんかね、青リンゴ系のね。いただきます。ミルクガイ全然食べられへんな。んミルクガイ食べられへんな、食べたくないな。うん、あ、意外に甘みが抑えられてるので、これ発酵が結構進んでるっていう証ではないんだろうかと思いますね。いわゆる発酵状態がある程度抑えられてる。でもそうするともっと炭酸ガスがあるような気もするので、どちらかというとおとなしいような酒質なのかなと思いますね。もう甘みがシャープでキレがあるような感じですね。どっちかというと、うん、重きり甘いという感じじゃなくてさ、うん、ちょうどいいバランス、うん、ちょうどいい甘さ、ちょうどいい甘さですね、うん、なんかあの甘すぎない甘さ、そう、スパークリングワインのですね、あの半甘口のような、半甘口のような味わいがあるのかなと思いますね。おかわり。上積みに行く、それとも、混ぜたやつ行く。もう混ぜていこうか、混ぜていこうか、うん、うん、クリームソーダみたいなふんわか、花が抜ける感じも本当にですね、街中、子供の時によく飲んだですね、喫茶店に連れて行かれてですね、特に、名医者さん、眼科行った後に連れて行かれた、お母さんに連れて行かれた、おかんに連れて行かれたですね、そこの喫茶店でね、クリームソーダをいただいたような、そんなね、ことを思い出すような味わいって言ったらいかがでしょうかって言っても誰もそんなピンとこないよね。要は、クリームソーダ感、クリームソーダ感っていうのがですね、いいのかなっていうふうに思いますね。では、下積みを、飲んでいきましょう。我々ね、毎年推奨してる、推奨してる、そう、下に沈殿物、沈んでるもの、このね、調理器具、これなんていうの、これスプーン、菜箸、なんていうのか、菜箸で、うん、上にスプーンついてるやつや。そう、菜箸に上にスプーンついてるやつ、これがですね、めちゃめちゃ役立つんですよ。こういう風に入れてですね、普通の菜箸でもいけると思うけどね。そう、これでシェイクできるというね。あ、でもキャットさんあれで、下結構重たいで。あ、そう、これ結構かき混ぜたらそこそこいくんじゃないの、これ。ほほー、あ、結構したな、あの凝集してるような感じやわ。ちょっと攪拌してみようか、こうやってね。よし、こんな感じでいいか。でもこのスプーンついてるやつでよかったね、ちょうど。よし、こんな感じでいこうか。どうでもいい話やけどさ、うん、今年虎年やから、うん、私今年虎さんでもいいよ。あ、そうなの。キャットさんじゃなくて。え、それってキャットじゃなくてトラなんですか、もともと。いや、これ知らん、うん、トラかなんかわからんけど。うん、まあ、トラにしようか。タイガー、見た目トラやからさ。タイガー、いや、今年トラの、いや、いつもトラ猫やってん、トラ猫のつもりやってんけど、うん、いや、今年はトラ年やからトラさんでもいいかな。トラさん、タイガー、どうでもいいけど。よっしゃ、乾杯。沈殿物を混ぜたものです。乾杯。このお面ちょっともう緩んできててな、具合悪いね。顔に馴染めへんから居心地が悪いね。新しいもん買わんなあかん、そうやったら。いや、買い替えやったら違うもん買うな、これと。そうか、まだお兄さんになるのかな。俺はね、結構真っ白やね。なんだろう、残渣物っていうか、お米の残渣物が結構残ってるような感じなんですけど、昔みたいに、昔数年前はね、結構大粒だったんですけどね、小粒になってるような。昔は噛んで食べる、噛んで食べるみたいね、シュワシュワ感があったんですけど。いただきます。めちゃめちゃ酔っ払う感じやったやん、昔。昔はね、お米にすごいアルコール感があってですね。昔は数年前。そう。これ飲んだ時にびっくりしたもんな。うん、何やこの美味しいもんはっていうか、すごい、なんだろう、パワーがある。飲むのか、食べるのか、そう、みたいな。
お酒ってこんな神がかってるっていうかパワーあるんだっていうふうに思ったもんね、これね。結構ね、香りはですね、先ほどの上澄みと同じくですね、クリームソーダ関係ですね。クリームソーダ。でですね、例のごとくですね、乳酸といいますか、クリーミーな感じというか、ミルク的な、そういうイメージがありますね。さあ、口に含んでいきましょう。もう飲んだよ。どうやった？美味しい。美味しい？うん。マーベラースとか言えへんの？マーベラースとか、去年言ってたで。マーベラースとか言って、うん、そう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 。あ、そう。うん。うまいです結構あの苦味が落ち着いた感じやね、やっぱりね。美味しいよ。甘みよりも苦味の方が、お米噛んだら苦味関係が出てきて、うん。なんか、今年のやつはちょっとシュワシュワ感が少し落ち着いてるような感じって言ったら、ある程度終わってるのかな、そうすると。調整されてるような感じなのかな。なんかそんな感じですね。炭酸感そこまでないような、控えめな感じするようなイメージですけど。今年は、うん。今年は何？あの、うん、インドア君。インドア？何それ？どういうこと？ああ、今年はあれやね。ちょっと落ち着いた印象ですっていうことやね。うん、インドア君。でもこれ、どちらかというと一般向けするような感じだよね。なんか、万人向けっていうかさ。あ、そうやね、うん。うん。もっと、私みたいな、高アルコール上飲者、高アルコール上飲者プラスですね、なんて言うんでしょうかね。あの、パワフルなお酒が好きな、いわゆる私みたいなお酒の変態にはですね、もうちょっと、何でしょう、暴れてほしい、そう暴れてほしいっていうような、まあ私の人生みたいなもんですね。もっと暴れた方がいいのかもしれませんけど、うん、暴れや、初心、昇進者ですので。あとはですね、キャット様も怖いっていうそういう背景もありますのでね、あまり大きいことはできませんが、この大石家のドブロック見てると、このままでも十分美味しいんです。このままでも十分美味しいんですけど、数年前から私らね、あの、なんだろう、パワフルな時をって言ってもこれやれやもんね。その時の状態によるからな、うん、一概に言われへんねん、これね。その時の保管状態、状況によるから、たまたまね、今日は、これ一期一会なんですよ。一期一会。こういう状態に出会えたからね、こんな、なんだろう、おとなしいようなクラシカルなですね、なんだろう、落ち着いた趣旨になってますけど、まあ、これはこれで今年でいいのかなっていう感じしますね。でも普通のお酒に比べたら、うん、圧倒的に発酵力は感じるよ。ああ、うん、それは確かに言えね。発酵してるなーっていうのは感じるよね。生酒やしね、基本、火入れせへんし、これね。うん、なんか甘酒みたいな印象で、飲む点滴って言うやんか、甘酒って、うん、飲む点滴、まさしくこういうのを飲むとですね、酒は百薬の長、酒は百薬の長というふうに思わざるを得ないような味わい。具体的に言いますと、なんだろう、アミノ酸とかですね、ビタミン、そして糖分、非常に人間にとって栄養素満点なですね、バランスがいい、あれ必須アミノ酸か、そう、栄養素満点なね、ものが入ってる。だから私結構あれなんですよ、あの、なんだろう、あの、脳天気な人間なんですよ。薬とか全然飲まなくてね、あの、なんか、風邪ひいたりとかしたら、ひとまず、なんだろう、酒を飲んだら、昔から卵酒とか言いますやん。卵酒。エッグ酒。卵酒って言いませんか。それと同じような感じでですね、まあ場合によっては、迎え酒もあるんですけど、そういうね、お酒っていうのは酒は百薬の長っていうね、そういうコンセプトのもと生きているので、ね、こういうのを飲むとですね、非常に元気になる。適量はな。そう。いいこと言うね。で、あまり行くと、次の日がね、えらい二日酔いになるっていうね、そういう展開。昔なんか、キャットさんあれやもんね、あの、この大石家ドブロックン活性精神飲むときは、休みの前しか飲めないっていうね、そうしないとえらい二日酔いっていうか、シュワシュワ感によってですね、あの、アルコール感が我々のキャパを凌駕してですね、次の日に影響が出るっていうことがね、何回かありましたんで、うん、休み前に取るっていうのがね、風習になってるっていうね、それぐらいね、なんだろう、元気な時期もありましたけど、これはこれでね、落ち着いた印象のタイミング、いわゆるなんだろう、あの、万人受けっていうか、うん、よりね、日本酒愛好愛飲者たちに、ね、幅広く楽しんでいただけるという、そういうようなね、感じなのかなっていうふうに思いますね。だから私は言いたいのは、こういう濁り酒、お米が入ってるような、濁ってるようなものっていうのはですね、まあこれもそうですけど、一般的な、ろ過をしない、上層、酒粕をそのまま入れてますようなドブロック。ドブロックもそうなんですけど、酒は百薬の長っていうのはね、言いたい。それのね、模範となるような酒の一つでありますのがね、この大石家のね、活性精酒っていうことなんですね。これが多い、これが。そう。ちょっとどう？なんか、あの、指差しが多い。あの、ラッパーみたいな感じ。イエーイみたいな感じ。ちょっと違う。違うかな。ちゃうか。ちょっと違うかな。まあでも要は、酒元気になるわ。では、今夜は、
長野県。いやしゃかー、長野県の大石器酒造、大石器酒造の活性濁り酒、大石器で乾杯。乾杯。今回もご覧いただきまして、途中ねいろいろややこしい話あったと思いますけどご覧いただきまして本当にありがとうございました。お酒のお酒の熟成でした。イエイ、まあいいな。